この動画は以下の要素が含めています。もしそれを。大丈夫だ。問題ない。なら、ごゆっくりしてみようね。視聴者の皆さん、どうも、いつものんびりしているの霊夢です。最近弾幕のパワーを強化しているのマリサだぜ。ロー関係の切れ味が上げたいのヨウムだにょん。マリサと久々なハグをしたいのアリスだよ。そこまで性根が腐っていたとは、消せろ！いきなりなんなのよ。なんだ、いつもの通りだぜ。もっと、維持されてほしい。なんか変な属性が目覚めている。はぁ、そっちを置いて、本題に入ろうよ。今回も乖離性の実況だね。そうだよ。で、今回も4人でやるの？いいえ、今回はヨウムの番だ。じゃあ、早速説明しよう。虫。わかったけど、今回もかなり面倒だね。そうだね。でもこのカードがあるから心配無用。第三高校。お、確かな心強いだにょん。今回はヨウムだね。ということは。もちろん、傭兵担当だにょん。これは今回のデッキだにょん。まあ、バフ5枚？他は多段攻撃、ダメ付与と全体攻撃など。それじゃ、攻略を始めようぜ。了解。オーフェのパンチを見たいな。もう何も言わん。さっきから私を無視するのは何なのよ。なに、気にするな。こんなの絶対おかしいよ。まあまあ、最初の手札は悪くないだからだけどね。はぁ、はぁ、か。とりあえずバフするんだにょん。あれは霊のバリアだね。そしてこのダメージは剣の HP を応じるの攻撃だよね。よし、ここは一十くんの出番だにょん。これであの剣の HP を落ちてるんだね。はい、ぶつかー。何度も倒れても立ち上がる。お前はいつからあんなキャラになったよ。まあまあ、こんなことを答えて言わないでね。気にするけど。あら、一部を打ったね。運がいいね。運の実力の一種だにょん。さあ、この渾身の一撃を受けるだろう。おお、聞いてる聞いてる。さすが剣の使いだぜ。なかなかやるね。ヨウム。当たり前だ。俺を誰だと思ってやがる。どうせ私は掃除専門だからね。言ってないよ。なんか多段攻撃が多くねえ。ああ、本当だね。これって、もしかして、ターン3バリア撃破。そうかもしれないだね。これでターン5でクリアするかも。いや、これほど確定だな。結果はどうなるのか。よし、これでクリアできるようになったね。よくやったと褒めてやりたいところだ。思っているのか。マリサ鬼畜だね。でも私はこういうのないじゃない。はい、もっと私を打倒してください。よです。一体何なのよ、この茶番。カット。はぁ、マリサひどいよ。あんなことを言っちゃって。ってねえよ。まあ、このターンで終わるみたいね。そう見えるしかないね。この一撃で終わらせる。無事にクリアしたね。ということは、やることは一つしかないね。そうだね、それじゃ。ご視聴ありがとうございます。視聴者の皆さん、どうも、アリスです。この動画を見にいただいて、ありがとうございます。もしよければ、ぜひチャンネルを登録いただいてお願いします。今度もよろしくお願いしますね。それでは。